はい、どうも、秘密結社フィガム総帥ハッチーでございます。今回は、今日の、ね、阪神1レースの2歳未勝利予想を上げておこうかななんていうことでやっております。このレースなんですけどね、新馬戦のレベルがどうだったかななんていうのもあるんだけれども、新馬チェックしてた時にね、もう兄弟がみんなこの時期にデビューして、デビュー戦2着から勝ち上がって、2戦目で勝ち上がってっていう兄弟ばっかだったのはこの馬アルーリングギフトということで、ここからねちょっと遊んでみたいなと思っております。紐はね3点、まずはねアルーリングギフトはもうそういう血統ですね。もうちょっとねデビュー戦のパフォーマンスだけで言えば正直物足りなかったんだけれども、ここ勝って、そして、小倉2歳ステークスで3大制覇、小倉2歳ステークス3大制覇っていうのがかかるわけなんでね、ちょっとこれはロマン枠というかネタ枠ですね、軸にしてここから行きたいと思います。そして紐なんですけれども、まずはモントライゼ、新馬戦がね僕が POG で指名しているヨカヨカの2着ということでですね、結構後ろちぎったっていうかね、後ろあの2頭の叩き合いになったこともあ2頭の競馬になったこともあって、ここでねそれをこう完全に制したヨカヨカの、九州サンバとしての価値がですね、これモントライゼが2戦目あっさり勝つようだとね非常に価値が上がるんじゃないかなということでね、これは押さえてみました。そして残り2頭はここは3戦目になるんですが、逆にね要はこれまでの競馬経験が1か2かということで言えば倍差がある倍の、経験値を持っているわけですからね、ちょっと良さそうですよね。能力的にもここまで見せた指数的にもね比較的上位なんで、こんな感じで狙ってみようかなと、馬連3点ワイド3点適当に買っておこうと思っております。こんな感じの予想でですね、小倉2歳ステークスあっさりでもいいし、最悪ね、モントライゼが勝ったら、モントライゼが勝っちゃったで、僕としてはね、なんていうの？自分の POG 指名馬の価値が上がる。そんなわけで、頑張ってもらいたいと思っております。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。